手順6、捕獲した動物を殺処分し、死体を適切に処理する。動物の捕獲に成功したら、速やかに殺処分を行ってください。捕獲された状態のまま長時間放置しておくと、事故や逃走のリスクが高まり危険です。処分場所まで移動・運搬する際には、扉を固定し、搬送中に扉が開かないようにしてください。また罠に覆いをかけることで、動物を落ち着かせることができます。作業時には安全に配慮し、必ず厚手の作業手袋などを着用してください。感染予防にマスクなどを着用することも有効です。次に、捕獲した動物を処分する方法について説明します。殺処分や死体の処理については、次のルールを守って適切に処分を行ってください。捕獲した動物は捕獲者が責任を持って殺処分し、死体についても適切に処理することが許可を受ける前提となっています。捕獲した動物はできるだけ苦痛を与えない方法で殺処分してください。具体的には、炭酸ガスや電気を用いる方法があります。殺処分後の死体は自らの事業地内に埋設するなど、周囲の迷惑にならない方法で処分してください。死体を埋設する際には、簡単に露出してしまわないよう、深い穴を掘って埋めてください。殺処分後の死体をゴミ焼却場などへ持ち込む場合は、地域によって対応が異なりますので、捕獲の許可を受ける際にお住まいの市町村へご確認ください。有効期限が満了した許可証は必ず返納しなくてはいけません。なお、許可証を返納する際には、捕獲した日付や場所、捕獲数などを報告する必要があるので、捕獲記録はきちんとメモしておきましょう。小型の箱罠による中小型鳥獣の捕獲については、以下の項目を必ず守るようにしてください。